イミテーションとしてのトロピカルというか、そういう、まあ、実際の荒々しいあの自然の中 の, あの生きてるものというよりは、まあ、そういう荒々しさをそぎ落とされた、まあ、フィクションとしての、まあ、楽園ですね。日本画で表現するイミテーションの世界。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。日本画家奥村祥一、大学進学をきっかけに日本画の道へ足を踏み入れた彼が、自身の作品と向き合うことで気づいた偽物という感覚。まあ、日本画の批判になりそうでちょっとあれですけど、日本画とこう向き合った時にどうしてもそれの偽物感、自然の生き生きとした感じというか、まあ、そういうのもをよく描かれているのを見るんですけど、やっぱり日本画自体がどうしてもこうフィクション感というか、そういうのが否めなくて、こう生活している中にそういう本当の自然っていうのはやっぱりないかなと思うので、イミテーション模造品としてのそれっていうのが一番しっくりくるかなと思って描いてますね。偽りの自然を日本画で描く。だからこそ彼は人工のカラフルな画材を用いる。あの新岩絵の具って今みんなあの主にメインで使ってるものっていうのは、なんていうか人工物を使ってるんですね。まあ限りなく岩の質感には近いんですけれども、岩ほど発色がないんですよ。だからこそ色幅を増やしてるんですね。でそういうふうな、その歪みの中からなんか綺麗な色が生まれてるのはすごく面白いなと思っていて、偽物の世界を偽物の画材で描く。そこに描かれる楽園は懐かしさや華やかさ、高揚感を生み出す。80年代90年代の世界観っていうのも結構意識してて、あのその終わらない夏のようなそういう世界観ですかね。なんかやっぱりその時代らしい空気感だとは思うんですけども、やっぱりその日本っていう国も一つ頂点極めた時代でもあるので、まあ、やっぱりそれ見返すだけのなんか価値のあるものっていうか、まあ、良くも悪くもやっぱり最初見る人は楽しんでもらえたらなと思っていて、偽りだらけだけどそれがいい、そんな奥村祥一が思うこと。日本画っていう偽物感っていうか、そういうのはまあ多分日本画描いてる人は向き合うべきなんじゃないかなと思うんですけどね。あのだからそういうのには結構面白いなって思うところもあるし、偽物だって言われてたものがいつの間にかこうメインストリームに上がってたりもすると思うんで、なんかそういうのと一回こう向き合いたいなと思ってる段階なのかなと思いますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト辰巳奈緒のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。